腹は空いてもちゃんと学校に行ってその開墾作業、軍需工場に行くか開墾作業、軍需工場に行くかそれとも農家の手伝いに行くかっていうあの選択できる段階があって、私は工場で指を落とした人がいるとかいう話を聞いたので、それは嫌だからと思って、で農家の手伝いに行って、で農家の、 あの男手がいないですもんね、だから農家のお年寄りの手伝いはして、稲刈りとかあの脱穀とかそういうところまで手伝って、で出してくれるあのおやつのおにぎりとかさつあのふかし芋とか、まあそれが目当てだったかもしれないけど、あのクラスの友達何人かずつがグループであちこちの農家に分かれていたりして、でそのそれが何回かあって、その後今度はもう学年全体が開墾作業、泊まり込みの開墾作業で、熊本市から2キロぐらい歩いていったかな、なんか荒れ地、石ころや岩の小さいのとかね、そういう本当の荒れ地、土だけじゃないゴロゴロにそういうものが出てくる荒れ地を開墾する作業、それに行ったりして、でその時は朝昼晩おにぎり一つ、中に梅干しが入っていたと思うけど、それが食事、何日間か3食ともそれが食事で、でもとにかくご飯が食べられるという、お米粒があるっていうのが嬉しくて、でまあどうにか休まずに、誰も休まなかったね、やっぱりそれにつられてかもしれないけど、でもそこで飲みとかシラミとかが南京虫も終わりの頃は移ったりして、でそういうのは飲みやシラミは見つけて潰せばいいんだけど、南京虫はあの着ているものブラウスの縫い目のところに隠れていて、で煮ないとなくならない、卵や何かがね、煮ないとなくならないので、うちに帰るあの何日かその泊まり込みのが終わってうちに帰ると、もう玄関から入る前にそれを脱いで煮立ってる鍋の中に入れる、そんなようなことをやっていて、